ヨーロッパ連合 EU ヨーロッパ委員会は12月1日、2500億ポンド、約38兆円のグローバルインフラ計画を発表しました。グローバルゲートウェイと名付けられたこの計画は、EU と世界のパートナー国との間の貿易や友好関係を促進するプロジェクトを支援することを目的としています。この計画は不透明な取引で債務の罠に陥れ、汚職を助長すると批判されている中共の一帯一路構想に対抗しようとするものです。EU は1日、グローバルな影響力の強化を目指す数十億ユーロ、数十兆円規模のインフラ整備計画を発表しました。EU は2027年までに官民合わせて最大2500億ポンド、約38兆円の資金を投入する計画です。グローバルゲートウェイとは、世界中のインフラ整備に大規模な投資を行う EU の計画であり、ロードマップと言っても良いでしょう。この計画は、中共の広域経済圏構想、一帯一路に対抗する試みであると言われています。中共は2013年以来、港湾、橋、発電所を開発し、主に発展途上国をグローバルな貿易ネットワークに組み入れ、世界に影響力を与えようとしています。しかし、一部の非援助国からは、中共のプロジェクトは不透明な取引で、負債の罠に陥れ、汚職を助長していると批判されています。私たちは、これまでとは異なるアプローチを取りたいと考えています。民主的価値観を重視したアプローチが喫緊の課題に対応できることを示したいのです。地域のニーズを満たすとともに、グローバルな課題にも取り組むことができることを示したいと思います。フォンデアライエン委員長は、EU の計画は医療、教育、デジタル化、グリーンエネルギーの分野で質の高いインフラを提供することだと述べています。私たちの優先課題であるグリーン化とデジタル化への移行を支援するために世界中で投資を行う計画です。例えば、クリーンな水素エネルギーへの投資です。パートナー国には再生可能エネルギーが豊富にあります。風力や太陽光を利用して水素を製造することは私たちだけでなく彼らにとっても利益になるのです。フォンデアライエン委員長は、グローバルゲートウェイは高い労働基準と環境基準に沿ったものになるだろうと付け加えています。NTD ジャパンがお伝えしました。